結構割ってますね。このトラクターは割りましたね。2回ぐらい割ったのかな、これも。サンシャインのリバーストラクター、L126 ですもんね。TL3200 が直ったんだ。直りましたね。もう完璧。うん、まあ、まだ実際使ってないからだけど、負荷かけてね。まあ、いやいや、いいんじゃねえかな。まだカバンなんかまだちょっと微調整あるから つけてないんだけどね。あれこれどこが割れてたんだっけ。このここか、ここが割れてたんですよね。うーんとね、ここだね、ここ。うん、こっち、こっち側、このこっち側か。ここはエンジンがこっちで、うん、車体がこっちで、クラッチハウジングってここの長のこと言うんですけどね。うん、部品結構大変だったんでしょ。部品そんなでもないですもんね。あ、そうですか。うん、ちょうどよくあの供給されてるまだ部分なんで、ただこれ一本間違えると本当に部品出ないところはすごい多いから、あれうちの2900よりやっぱり一回り結構大きく見えるな。うん、ちょっと大きいかもしれないね。やっぱ大きい。うんうん、大きい大きい。割れてたトラクターが。やっぱつなげるにあたって一番苦労するって どういうことなんですか。まあ どれもこれも大変そうに見えるけど、特に苦労ってのはないんだけども、うん、一番壊さないようにすること。そうね、うん、落ちちゃったらもう結局ブロック破損して割れると思うんで。ああ、かけちゃいますよね。うん、とにかく壊さないことを考えて安全にね、怪我しても困るからね。うん、うん、その辺は要注意していつもやってますけども、うん、ただもうやっぱ年に2台か3台は必ず割ることになってるんで、流れ的に、うん、ただもう慣れちゃ慣れなんだろうけどもね。慣れだよね。うん、結局これ組み付け動画なんかありましたけど、あれ30分ぐらいで合体させてるんで、これもジャンク品だったやつをここまで直したってことですか。これもそうですね、ほぼ、うん、あんまり良くはなかったなかった。だってこれもう結構回ってるんですよ。これ3142時間動いてるんで、結構まあ場所によって3000ってのはまだまだだっていうところも結構ありますけどね。エンジンも砂は綺麗になって、これからもうちょっと綺麗に中が脱ぎ替えしてね、長掃除しながら、キャップもきちんとつけられたんですか。結局大丈夫ですね。あれは部品取り、あれは部品取りしたんですか。砂抜きでしょ。はいはいはい、砂抜きはね、これこっちから見るとわかるんだな。これもうここに入ってるんで、これ見えっかな。これあー、ちょっと見える。うん、これもこれら交換してあるんで。それ新しいやつなんですか。新しいやつ入ってますね。あ、それ新しい部品取れたんだ。うん、これモノタルで手に入るんで、廃業品なんで、これ純正じゃないんで、サイズだけあれば。何箇所か空いてましたよね、同じサイズ。ね、サイズみんなバラバラで。え、バラバラなの。これ砂抜き全部で1、2、3、4種類か5種類ぐらい使ってますもんね。ああ、大変でしたね。じゃあ揃えるのがね。うん、結構サイズがまちまちだからね。買って間違っちゃったっていうのもあるでしょ。だから結局予備パーツで欲しくてまとめて買っちゃうからな。あ、そっか。うん、そんなではないです。あと飲みずれサイズ上がれば分かるし。そうですよね。うん、うんうん、再製品だ。